ここんんににちちはは山でですすクリスですおっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、えー、今週はですね、前回に引き続きまして、うん、5月のゲスト会後編ということで、はい フリーランスのウェブエンジニア、そして、ポッドキャスト、テック系ニュースのテックフリーの MC である S さんに来ていただいております。S さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あのー、前回はね、フリーランスエンジニアということで、S さんのこう、うん、なんか、フリーランスになったきっかけのあたりとか、うん、まあどういう感じで日々過ごしてるんですかみたいなことちょっとね、うん、あの伺いまして、はい、はい。ありがとうございます。はい。はいはい で、あの、今回後半は、まあ、先ほどあの、ポッドキャスト、えー、テックフリーの MC というご紹介をさせていただきましたけども、その S さんのその、まあ、ポッドキャスト周りの話をちょっと中心にね、していこうかななんて、はい、思ってたりしますと。うん。はい。はい。いうことなんですけども、あの、S さんはあの、おっさん FM もですね、まあ、聞いていただいているということで、お便りも何度かいただいて、あの、番組内でも読ませていただいたんですけども、うん そもそもなんかおっさん FM をなんか見つけたきっかけとか、きっかけっていうかそのタイミングってなんか覚えてらっしゃいますねえ。全く覚えてないんですよ。なんでだろうと思っていや。いや、多分まあおっさんっていう単語に聞まあ、 あの引っかかったっていうか、あっと思ったんでしょうね、<ー>きっと、何かで見つけたんだと思うんですけど、S さんは、なんか何でしょう、はい、この新規のポッドキャスト番組をこうせっせとこう聞き漁ってるっていうことでもないんですか、はい、あの気づいて、面白そうなやつはちょいちょい聞くようにはしてますけど、その中でこう番組の名前とかでこう拾っていただいたっていう感じかもしれないですねですかね。うん 番組のあの昔あの番組のジングルみたいなやつにあのチャイム音というか「キンコンカンコン」を使ってたんですけどちょっとその音量を少し下げていけませんかみたいなお便り頂い,いてまあそれがきっかけでもうじゃあなくしちゃっていうもう逆に何かあれがなくなったのでなんか音楽なしジングルなしのな,なんていうんですかねちょっとああのまあストロングスタイルといってはストロングスタイルちょっとなんか高波な感じの。 ね、番組になって<れ>なと。BGM とかってあ,あった方がいいのかないや、どう、あの、ここだけの話ですけおっさん FM を始めるにあたって、ね、長山さんと、なんかこう、どんな、どんな感じにしましょうかって、ちょっとしょ、最初、相談したじゃないですか、最初に。うんうん、で、なんかあのね、あの、当時の二人はまだ、あの、こう、ちょっと尖とってもないんだけど、だったねこう、なんかリビルドみたいに、ちょっとこう、うん、なんでしょう。 すっっと入っていいくみたいな<ー>、うん、今でおっさん FM って最初にこうなんか「おっさん f m みたいな番組紹介とかやってますけどそうじゃなくてもうなんか話し始めてそれが番組になる「いずかっこいい」みたいなそういうのイメージしてたんですけど何かや何度かやってみたけどうまくいかなかったんですね。<笑><笑> 何かちょっと違う不安になるこう聞いてる人大丈夫かなみたいな <laughs>、うん、そうそうそう,そう <laughs>、うん、でまあ音楽とかその最初のあれをつけたりとかして、うん、今,今の形に落ち着いてるんですけどえいすこさんはあ,のあれですよね番組かなりこうカチッと作られてますよねああそうですね僕もなんかあのあんまり手間がかからないようにって思いながらやってましたね、うんうん、BGM とか入れるとあのあれじゃないですかえっと 例えば、フェードイン、フェードアウトのタイミングとかを、こう、毎回毎回ちょっと微妙に調節されるみたいなのがあるかなと思って、なしだし、個人的には、あの、多分人によって違うと思うんですけど、BGM あった方がいい人、ない、ない方がいいっていう人、結構様々みたいなので、個人的にはない方が聞きやすいな、特に、あの、会話がメインの番組だと、そうだなと思って、まあ、そっちにしてるって感じですね。なるほど。あの、でも、こう、BGM をね、薄くつけると、うん、 僕は聞こえるんですよね。の僕にね。ノイズがか、ちょっと隠されていいかなですね。なるほど、なるほど。そういうこともあるか。うん。なんか、あの、会社の中でも僕、ポッドキャストをやってまして、え、こう、社員と喋ったりとか、一人で喋ることもあるんですけど、なんかちょっとこう、たまに音楽を薄く乗せて、僕ポそうを出して。ポサを出してしてるときはありますね。うん。確かに。 で、そのポッドキャスト S、S さん、始めるきっかけみたいなのっていうのは、どういうことがあったんですか、うん、結構、<た>えっと、こ,この収録時点で、はいはい、確かに。えー、217回まで来てるので、うん、まあ、まあ、これはですね、1> すね週1ペースですね。1> 週1ペースですね。すねはい、あ。何があったかというと、うん、はい。 特に何か大きなことがあったというわけではなく、うん、多分ですね、あの、エンジニア向けというか、まあ、いわゆるテック系ポッドキャストみたいなものを、あの、うん、一時期聞いてなかったことがあったんですね。あの、しばらくの間、うん、で、それを、もう一度聞き始めた頃に、やっぱりあの、最初にこう、リビルドエフイムさんを、ね、うん、まずは、定番をと思って聞き始めるじゃないですか。うん で、聞いてたら、あのー、なんか、ファンが多いという、あのこう、うん、みんなにこう愛されてる感。うん。あれが多分羨ましかったんだと思います。<laughs> <laughs> 俺もこうなりてーみたいな。<laughs> そうそうそう。いいなって。なんか、あの、ほら、こう、煽る感じのね、変な営業的なものではなく、うん。その、あの温かい感じのところに、こう、皆さんが、何も、別に無料で配信してるんだけど、わざわざ、 有料課金をしてくれる人たちがじゃないプログラムにね参加したりとかねそんな状況がそんな番組になっているんだと思ってでいやいいなって憧れたんだと思います多分やってみたいなみたいなそうですねそれで200回以上続いてるわけですからねまあそうですねいや何がすごいって永山さんと僕が始める時もやっぱその最初3回やるまでが はいはい、続くかどうかが結構こうハードルあるよねみたいな話をしてたんですよでも僕正直ここまで続けられてるのは僕は中山さんがいるからなんですよね多分一人だと続いてないと思っててそれをこう S さん一人で立ち上げて続けてる <laughs> まああのねあの今あれですよねこう一緒に MC やられる方もこうたまに入ったりはしてると思うんですけど最初の頃やっぱ一人でこうやっていく、うん いや、すごいなと思ったんですよね。いやいやいや。いやでも最初確かにね、あの、いや、どうせ続かないだろうなって思って始めたっていうのは正直なところですね。うんうん、なので、あの、できるだけ、こう、BGM とかの手間をかけないようにっていうスタイルにして、はい、で、なおかつ、その、ネタに困るじゃないですか。その、何かしらをこうテーマにするとかってね、考えちゃうと。で、って考えると、まあ、 自分でこう毎日 RSS フィードをフィードリーとかでこうニュース基地とかをチェックしているっていう習慣は今でもあるので、うん、まあそういうなんか自分がちょっと面白いなと思ったものを紹介するっていう風だったら、まあ、ネタに困ることはまずないだろうと。うんで、まあ、続けるところまで続ければいいやと思って始めたっていうのがスタートですかね。なるほどな、はあ、ちなみにその 続け、まあ、これは自分のパターンですけど、うん、その、例えばこう、リスナーの方からの反応があったりとか、ダウンロードとか、再生回数がなんとなくこう、増えてくる感じで、ちょっと続けてみようみたいな、こう、モチベーションになるみたいな、うん、まあ、そういうのってあると思うんですけど、その S さんがその最初の頃、よし、これ続けてみようと思われた、そのモチベー、 そのね、今の話だと、どうせ続かないだろうなと思って始めたものがこう続くきっかけになったとこ、はい、何かみたいなのってなんかあるんですかそこって。どうでしょうね。確かにそう言われてみると、あの、そんなにね、やっぱり読者の方からの反応なんてそうそうないので。ね、ポッドキャストなんてもう全然、全然ないと思ないと思ってたら、ないですよね。うないですよね。うん、ちょっとタイミングが怪しいですけど、 多分ですね、その、まあまあ、一人で最初はやり始めて、うん、で、まあ、こちょっと慣れてくるじゃないですか。うん、でまあ、そのうち、あの、作業も単調になってきて、ああ、どうしようかな、みたいなことを考え始めて、で、まあでも結局自分の好きなことやってるだけの番組だから、まあ自分の好きなことしようと思って、あの、まあ、誰かにちょっと話を聞きに行く、みたいな、この、お財 FM でこう、 ゲストの方が登場されるみたいな、そのパターンを自分でも一時期やってたことがあったんですよね。で、その時は、あの、やっぱり、その、面白そうな人、自分が面白そうだなと思った人にちょっと声をかけて、で、その人にちょっと時間を作っていただいて、なんかいろんな話を聞けるみたいな、それがなんかすごい楽しかったというか、 こう、役得だなと思いながら、ちょっとやっていたので。面白い人に話は聞けるし、それ自体をコンテンツとして、こう、うん、編集して出せるし。そうですね。で、まあ、しばらくやった結果、編集が大変だわ、なって今やってないんですけど。はいはいはい。えー、なでそう言われてみると、確かになんかこう、他者の力というのは、うん、 割と必要なのかななんて今改めて思いましたね。で今そのテックフリーには、アスカさん、はい。はいはいはい。アスカさんの登場のタイミングとかはどういう、あれだったんですか、はい、その。えっとあれはですね、あの、あれですよ、しばらくというかあの、僕もなんか誰か一緒にやってくれる人いないかなって思い始めた時があって。はいはいはい。で、まあとはいえですね、あの、 僕みたいな、その、おっさんと、あの、すみません、おっさん FM に大変失礼なんですが、あの、おっさん同士が喋っててもなーって思ったんです。<laughs> <laughs> おっさん FM にとんでもない発言しましたね、今ね。おっさん FM を全否定。<laughs> <laughs> 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 いやいやいや、あの、いや、お二人はいいですよ。いいやそんなことこ面白いし。いやもも、もう今、ミニツマさん、S さんの本音が見えた。い,やいやちょっとね、<laughs> まあまあわかります。わかりますよ、それ、うんまあ、そう、そう思ったけど、うん、その自分の悪、悪、悪いがあるわけでもないし、なんかこうね、<laughs> 楽しいお話ができるわけとは全く思えないので、でそう考えると、あの、なんかもう一人、バランスよく、うん、その柔らかい声の女性とかが一緒にやってくれたらいいなあっていうのをちょっと、しばらく思ってたんですよね。うん 自分と対照的みたいな感じそそそうそうそう,そうですちょうどいい番組の感じ的によくなるのかななんてことを思ったりして。で、探してたんですけど、なかなかまあ、そうそうね、そんないい方が、うんそ探。探すってのはどうやって探すんですか、<laughs> はい、その。探す、一時期はね、なんか、うん、あ声優さんを目指している人とかいないかなとか、ちょっとツイッターで探してみたいな。恋の仕事をする方とかそう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 。はい でそういう方がなんかね、こう、プロを目指してますみたいな方とかを見つけてはフォローして、うん、で、うん、全く無視され、みたいな <laughs> <laughs> 感じでしたね。はい、なるほど。はい。こ、まあ、う,おう,おう、うんで、なかなかないなと思ってて、まあ、難しいかと思ってたところに、あの、黙々会ってあるじゃないですか、あの、エンジニア界隈では。割とこう、黙々と自分のやりたい、ね、開発だとか、 本読んだりとかいろんなことをするましょうみたいな集まりがあって。うんうん、で、それをアスカさんが、あの、朝の顧問、まあ、会っていうのを、まあ今でもやってるんですけど、主催をされてたんですね。うん、で、そこに参加してみて、で、あの、まあたまたま女性の方が主催をされていて、こう何回か通っているという時に、あ、アスカさんに一回ちょっと、まずはゲストで出てもらおうかなと思って、 その頃ちょうどまだゲストを探し、あの、収録やってた時だったので、で、あの、まあ、何回か、こうちょっと、多少名前を覚えてもらえたかもな、ぐらいのタイミングで、あの、あの、もしよかったらゲストとして、みたいなことをお声掛けしたら、あっさり断られまして。<laughs> あ、断られたのあの、いや、私別にそんなに喋ることないんで、みたいな感じで。はいはいはい。あの、って言われて、で、ああ、 そうですよねって言ってこう、残念に思ってたら、あ、でも、賑やかしいぐらいでちょっと参加するぐらいならいいですよっておっしゃってくれたんですね。<laughs> ど,ううどういうことどういうこと賑やかしいぐらいあ、横でうなずいたりとか、ね。まあ、そ,うそうそうそうですね。ちょ,だからちょっとだけ出るぐらいなら、まあ、あ、いいですよっておっしゃってくれたんで、でそこで、あの、ちょっとお願いをして、出ていただき。お<ー>っていうのを試してみたって感じですね。まあ、あの、当然ね、それが、 何回も続けて出てもらえるかどうかも分かんないし、テスト的にではあったんですけど、そんな感じでちょっと出てもらって、何度かあの収録をしていって、今だと 2, 2回に1回ぐらいのペースであの、レギュラー的に出てもらってるみたいな感じですね。飛鳥さんとは収録はオンラインでやってらっしゃるんですかとオンラインですね。 アスカさん会ったことないんですよね。え、会ったことない。はい。え、黙々会もオンラインの黙々会。あ、そうですそうです。あ、なるほど、なるほど。すごいインターネット的。うん。めっちゃいいそうですね。いいですね。いや、あの、ポッドキャスト聞かせていただいて、確かにこのアスカさんの声が入ると、やっぱ番組のカラーというか雰囲気が変わりますよね。うん。確かにその最初言ってた対照的みたいなのは、 ままさにその通りって感じがしでもっおじさん同士が喋っててもしょうがないっていう。<laughs> だな、もうこれは。<laughs> いや、前で、ね、山本さん、ん山本かみさんに出ていただいた時も、うん、なんかゲストが男性の方ばっかりでっていう話を聞いたじゃないですか。うんはい、で、我々もやっぱり、そのね、別にその男性ばっかりはいいと思ってほしけってわけじゃないですかね。<laughs> ないんですよ。うん、でもね、なかなかこう、出てもらえそうな方がないないっていう。ね 番組名失敗したよね、これね。<laughs> でも、おばさんウェおじさんもおばさんウェフェね。お,お,ばおばさんにする人ないん <laughs> だよ<そ> <laughs>。そこにこだわる人ないんだから、ね、そこにこだわる人ね。もっとから、テっクりみたいなさ、そういう感じのなんか。<laughs> スーパーフリーみたいな名前にしましょうよ。スーパーフリーはちょっとまずい名前じゃないですか壁か。おじさんフリーとかそういうおじさんんダメなんですおじさんに取りつかってるんで何とかフリーなので近いななるほどいやでもその飛鳥さんがそうやって入っの最初はだからにぎやかしぐらいならって言って出てもらったけどまあ 多分その,その後も出られてるってことは、ご本人的にも、楽しくされてるんじゃないですか、ね。どうなんですかね。ういう出てるといいんですけど、非常に不安ですよ、私はにいつ頃いつから飛鳥さん出られてるんでしたっけこの間、1年経ったなっていうのを気づいたぐらいなので、1年ちょいだと思いますね。 楽し,い楽しくなくて一年続かないでしょ <laughs> どう考えても。続かないと<に>も嫌じゃないんだろうな、<に>とは思ってはいますけど。うんうん、こ単純な興味なんですけど、そのはい、やっぱそのアスカさんが入ることで、その番組の視聴数とか、そのダウンロード数ってなんか変化あるもんなんですかいやそんなに変わんない。あんまり、うん、目に見えてっていうのは感じたことはないですね。うん。まあでも、あれか、よく考えると、 あの、お便りというか、その、番組のね、コメントとかを書いていただける数はもしかしたら増えたのかもしれないですね。なるほど。昔、僕、すごくよく覚えている、その,番の、くくその番組のコメントで、あ、面白い番組だな、みたいな、ちょっとポジティブなコメントの後に、でも、ノリがね、てんてんてんって書かが <laughs> <laughs> <使>、あれ、書かがて。 みたいなことがあったんですけど、まあまあまあ、そういうことなのかもしれないですね。ケスさん、あれですね、テックフリーの読み上げの時って結構、ちょっとこう、意識して節をつけて読み上げたりとかされてますなんか。あー、そうですね。ちょっと番組っぽくこう、やるぞみたいな。まあ、そうかもしれないですね。うん。なるほど。確かに今日、だって今日と感じて全然違いますもんね。全然違いますよね。あ、そうですか。うん、そうなんだ。なんかこう、そうですね。 なんか番組テック売り聞いてると、なんだろうちょっと表現が難しいですけど、なんかちょっとこう、意識して、なんか MC というか、プロっぽいというか、そういう感じの表現者っぽい感じのね。そう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 。まあでもあれ、そうですね、一応台本的なところは書いて用意したりはしてるので、それが大きいかもしれないですね、確かに。 うんあと、メモリ、ダウンロード数をエクセルに記録しているお話ってここ書いてあるんですけど。そうですね。これは、あの、まあ、ダウンロード数を計測してくれるというか、まあ、ワードプレスで今配信をしてるんですけど、あの、プラグインで、えっと、なんでしょうね。その、毎週、レポートみたいなことを送ってくれるサービスがあって、<ー>で、それで、あの、毎週一応、 どう変わってきたかなっていうのを記録はしてるんですよね。うんうん、で、これの何がいいかっていうと、あの、ダウンロード数って、累計は必ず増えていくじゃないですか。うん。あまあ、そうですね。減るこたないですね。そうそう。<laughs> うん、そ,うそうなので。うん、なので、あのグラ、なんていうか、数字がおお増えていってるなっていうのをこう実感して、よし、よしって思える。<laughs> なるほど。<laughs> すごい単調なんですけど、あの、単調にしか増えてないんですけど、まあまあ、でも、うん、増えてる、増えてるっていう、この納得感がある。うん いいですね。そこはそれは分かるな。いいね、僕も見ちゃうもんな。結構クリスさん、数字見てますよね。僕はね、そうなんですよ。ちびちびとした。だって、あの、おさい FM じゃなくて、自分のブログとかでも、うん、昔、その、Google AdSense とか貼って、収益17円とか、そういうの見てるイメージしてましたから、かる、うん、<laughs> なんかちょっとでもね、数字が変わると嬉しいみたいな、そういう感覚はありますよね。なるほど。 ポッドキャスト、あの、オっさんフェもあれなんですよ。ちょっとあの、配信方法が、その、ワードプレイスとかじゃなくて、うん、本当にその、アップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャストの各管理画面の、再生数とかを自分でこう合算しないと、なんか分かんないような感じになってて、うん、ダウンロードされて聞いてる方も多分一部いると思うんですけど、はいはい、その数とかは、ちょっと把握できてなかったりするんですよねうん僕は、あんまり数字見ないようにしてて。 長山さんだからその、うん、その感じがちょっとかっこいいなと思って、気にしない像みたいな。YouTube にアップロードするときに結構数字見れるんですけど、見えるんですけどね、ダッシュボードから。YouTube のね、その、み、うんな。あんまり見るとね、その話ばっかりしだすとかありそうじゃないですか、なんか。ああ<ー>。この間受けたからこの話しようみたいな。あ<ー>あ<ー>、なるほど。これが良かったわけか。うん、まあそうなのね。あの、そうなんですよ。だから僕、僕とかさ、もうダメなんだ、その、結構今回の話、 自分で手応えありっていう時に限って、うん、そ,のそうでもなかったりするんないからね。何か本当に今回はちょっとなんか今一つだったかなっていう時に限ってなんか意外となんか感情が変ったりして、ね、全然分からんと思ったりしてますけどね。うんうんうん エクセルでこう記録してそのモチベーションにちょっと切るみたいな感じなんですかね。うん、ねでもお二人はあれですかなぜまたオフサインも続けてるんですかもう後に弾けなくなったらです後に弾けなくなったなんか僕はあれですかねこの、はい、今のもともとオフサイフってこのオフラインっていうかオンサイトというか。 会議室ででで収録してたんす最初の頃ははははいはい、はいで結構長山さんにちょっとタイミング合わせて場所をここでっつって2本撮りぐらいかな1回ででちょっとその時の感じを喋ってたんですけど、うん、まあコロナになってオンライン収録になったんですよ。ははい、はいでなんかそのなんか生活の中にこう溶け,溶け込んでしまったというか収録みたいなの逆に言うとやめる理由があんまないみたいな、うん、そういう感じもありますからね。 でまあ、たまにね、すごくあの聞いてますよって言ってもらえると嬉しいって思いますけど、うんうん。びっくりしますけどね。ドキって流しますけど、ね。<笑><笑>えっつって。<laughs> うん、あるある。なんか、え、聞いて待ってたんですかみたいなのはある。え、それは、え、S さんも、はい。そんな感じじゃないんですかその続けてる、はい、あ確かにそう、言われてみるとそうですね。まあ、なんか、 たまにでも思いません、ね、なんか、そう、なんていうんでしょう。例えばビジネスだったら売り上げっていう目標があるじゃないですか。でも、別にそういうのないし、で、まあそこそこ編集とかも大変っちゃ大変じゃないですか。うん,うん。そこも長山さんにも頭が上がらないところですね。<laughs> もう本当にね。はい。なので、そう考えると、あの、たまになんか、よくこんなことをや、続けてるな、自分みたいなこと思ったりもするんですよね。<laughs> なんかね、あれなんですよ、ゲスト会を始めてみたいなのが大体1年半ぐらいまででしたけど、2年経ってるのかな、これも結構良かったかもしれないですね、意外と。毎週永山さんと喋ってると、やっぱこう、何もない週とかももちろんあったりとか、お互い忙しくて、喋ることないなみたいなのもあったりとかするんですけど、今だから、今回、S さんとの収録は2本撮りじゃないですか、この前編後編として。これを通常の 合間に取ってるんですよね。そうすると、リズム的に、だいたいこう月末ぐらいに週一収録、週二収録、週一収録があって、でうん、月章はもう撮りためてるから。収録は休み休みみたいな、うん、そ,なんそういうリズムができてて、な緩急がちょっと微妙についてるのも、ちょっと。もしかしたらいいのかもしれない。二、ね、<ー>人で普通上、収録をしてる時はし。 久しぶりだなみそうそうそう意外と、うん、あお久しぶりなんか最近この歌りましたみたいな感じもあった、えー、あそのゲストの方に話を聞くのも、まあ、今回 S さんとはお話しするのは初めてですけど、うん、その元同僚の人とか聞いていただいている方とかと会話するのがこういう場所がある楽しいみたいな、まあねうん、純粋に楽しいっていうねまあそれも S さんもさっきねおっしゃってたまさにゲスト会のこう役得というかね うん、なるほど。うん。ね、そううのやめ,やめる理由はない。うた、ん、まあ<ー>僕は、でもどういうふうにやめたら面白いかなっていうのを常々考えてます。<laughs> <laughs> そうね。いや、逆にそのやめ方みたいなのもありますもんね。<laughs> 死にざまとは生きざまであるで、ね。<laughs> そんなかっこいいもんじゃないですけど。<laughs> <laughs> <laughs> でも実際、あれなんですよ。その僕も、あのー、聞いてたポッドキャストが、 そう何の前触れもなく突然配信が止まったりとかしてて。そういうケース多いですよね。うん、ねありますね。結構なんか、何か,かあったのかなとかちょっとドキドキしちゃうんですよね。なんかね。うん、だからなんかその、終わるときはなんかその、ちゃんと終わるぞって感じで終わるといいのかなとかしたいんですけどね。ほら、たまに YouTube とかあるじゃないですか。活動休止のお知らせみたいなやつとかさ。<ー> <laughs> お詫びですとかさ。 あれやってみたいなそうすね、うん。<laughs> うなんか長山さんか僕かどっちかがすごい大変な失言をしてあのやめてしまうパターンとかあとなんでしょう <laughs> <そ>番組がなんか突然 <laughs> カットすればいいのにさ <laughs> 流すんだ <laughs> すごいね,かね<石>お前いね流しちゃったみたいな <laughs>、うん、あと番組がめちゃめちゃなんかわからない突然突然人気が出て、うん 大企業に買われてしまうとかね、うん。で、で、買われた後で、あの、あの、この我々が首を切られる <laughs> <laughs> スタートアップのバイアウトじゃないですか、バイアウト。うん。わかんない。その、おっさんっていうなんかすごい有名な商品が出て、おっさん FM っていうドメインを譲ってくれって強引に持っていかれるとか,そういうのとかね。うん。<laughs> いろいろありますよね。<laughs> うん。逆にその、S さん的にはもんだからもう200何回もやってたら、うん、 はい。よ、よっぽどその、のことがない限りは、やっていくぞっていう感じなんですかそうですね。なんというか、まあどうなるかわかんないですけど、あの、うん、続けるな、なんていうんですか、その、例えば、こう、ホームページとかで、例えば SEO 対策みたいなのが、とかがあるじゃないですか。あの、うん、例えば広告回すとかね、そういうこともできるけど、うん、ポッドキャストだとなんかそういうこと何もできないと思うんで、もう多分、 続けていくことしかないのかなっていうのは思っていてうん、うん。うん、で、まあ、なんかあの、最初に言っていた、その、ちょっと、みんなにチヤホヤされたい曲みたいなのを、<laughs> あ、多少なりとも <laughs>、いや、わかんないですけど、あの、満足させるというか、その、多くの人に聞いてもらえると嬉しいな、みたいなのは、 まあ、な,なきにしもあらずなので、まあ、それをで正直、あれですよ、うん、そのテックフリーとかはその、ね、IT 系、まあ、技術系のニュースを毎回3本とかピックアップして、紹介して、コメントしてっていう形式だと、うん、やっぱそのニーズというか、ニュースニーズみたいのはあって、うん、だってはっきりしますからね、うん、その役割がね、コンテンツが,、ね、が予測できるし、うん、そういう意味ではね。で逆に、それをこう楽しみに聞いてますっていう人も結構な数いらっしゃるんじゃないですか、その、うん どうでしょうね。あんまそういうてことはない、ないんですか、ね、<laughs> あの、割と、あの、固定でコメントいただける方とかもちらほら出てきていたりとかっていうので、うん、まあ、あの、すごいありがたいっていうのは感じているんですけど、なんて言うんですかね、その、やったどうみたいなのは全くないですね、今、現在は。<ー> 全然弱小の、本当に少しの人だけが楽しんで聞いてくれてるのかなっていうふうに思ってるぐらいですよ。なるほど。でまあまあ、それを、うん。長く続けていくことで、あの、まあ、成長していくといいなっていう感じですね。うん、ちなみにその、ポッドキャストやってることをご家族は知ってるんですかいやいや、知らないですけど。あ、知らない知らない奥さんには言ってないですね。まず、知られたくないですね。え、奥さんに、 自分がポッドキャストのことやってるの言ってないのに、おっさん FM を紹介したんですかそうですね。別にそこは可能でしょあ、そうか。いや、なんかわかんない。なんか知られたくないんだったら、だから、おっさん、近しい場所にいるじゃないですか、ポッドキャスト。おっさんで、おっさん FM を聞くことによって、S さんのその、なんか、ポッドキャストにたどり着くたりとか。あ、行きそう。始まった。始まった。あ、なるほど。いや、でもほら、まだわかんないですよ。どのぐらい S さんが見バレを。 防御してるか確かにね。いや、実は全然違うのかもしれないし。いやいやいや、割と、割と無防備だなやべえ何もなかった。そうか。ご家族には行ってないし、別にそこはだから、別にピンチで、そんな悪いことしてるわけじゃないですからね、まあまあ、そうなんですね。まあでもね、上の娘にはね、捕捉されてる可能性が高いですね。あそうなんだ。 なんかあるんですかその予兆みたいなのは。いや、あの、どんぐり FM っていう、まあまあ、メジャーな番組があって、んそこに、はい、あの、この間の AXC さんが裏で活躍されていらっしゃる。うんはい、で、あそこの、あの、裏どんぐりという有料コミュニティに、あの、送り込んでるんですよ。娘を。何 <laughs> て <laughs> 送り込んでるん ?S さんが送り込んでるってことあ、いやいや、送り込んでるって語弊があるのは。あの、 本人がドングレイフェムを割と好きで聞いてたので、なのでせっかくなら有料会員に入ったらいいじゃんって言って、お金が出すから入りないらああ、そういうことね。それはさ、結構近いところ近いというか、ポッドキャストのドングレイフェムさんなんてね、ポッドキャストの有名なあれですけど。多分付属されてるんだろうなと思いますね。なるほど。 面白いですね。なんか、いや、僕結構個人的には、その、ポッドキャストやってる方とかが、その、ご家族に、うん、<laughs> にどういう感じで、その、自分の番組とかを、こう、紹介したり、あるいは紹介してなかったりするのかが、ちょっと若干、こう、あの、興味関心の。ああ、確かに。それはありますね。あの、クリスさんが、お母さんに対しての、その、やりとり、<laughs> あの、ね、あれ聞いてびっくりしましたもん。<laughs> 実家のねそうそうそういやんならもううちの母はあれですよ実家の母は僕よりかも長山さんのファンになってますからさつま揚げいただきてますんで僕長山さんにもお歳暮とか送ったりしましたからねああすごい完全にファンじゃないですかにガチのファンですねおっさん F も初めて一番良かったことはもうくれたお母さんからさつま揚げたくさん送っていただいたことそんなねつながりもできるっていうことですね うん。<laughs> いやいや、面白いな。ということで、あのー、お知らせなどあればということで、S さんになんかこう番組の紹介とかを。あ,ありがとうございます。えー、あれですね、タイトルがですね、テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスという番組でございまして、あのー、最近は、まあ、ニュース記事。 あの、まあ、自分なりにこれ面白いなと思ったようなニュース記事とか、あの、ネットで見つけたものをですね、3つぐらい紹介していくという形ですね。ただ、あの、よくよく考えてみると、最後の、その、緊急報告の方が大抵長いので <laughs> <laughs> の、なんだこの番組やって思われてるんじゃないかなってちょっと思います、ねまあ、な,るなるほど、なるほど。言ってみれば、その緊急報告でちょっと喋りたかったっていうのが一番強いのかもしれないですね。なるほど。あ じゃあ、あくまでもそのニュース3本は、まあでも毎週ニュース3本を見つけてくるの大変じゃないですか。はいうん、そうでもな、ね、い。しかも,もテステキストも結構ちゃんとまとめてあって、ねうん。そうっすよね。ニュース。ああ、まあそうですね。結構、うん、割と大変は大変ですわ、ね、かりやすい形になってるあ、えー。ありがとうございます、うんうん。ちゃんとテックニュースっていう感じでやってらっしゃるのがすごいっすね。はい、はいあの。我々おっさん FM とは全然違う。いやいやいや。IT 系の、はい ニュースが分かる番組ですね。ぜひとも皆さん聞いてみていただければと思います。はい。はい。ありがとうございます。はい。僕らおじさん二人で頑張っていきましょう。ね、重要があかいいや、やっぱり、のおじさん二人が喋っててもしょうがないじゃないですか。いや、いや、でも、あの、あれですよ。あの、絶対重要があると思います。僕も、あの、この間、なんか、こう、 ノリスキーおじさんとかで爆笑しながら聞いてたんで。あ、ノリスキーおじさんノリスキーおじさんね。何かしらこうね、リラックスして聞いていただければそうですね。そうですね、聞いの番はい。ということで、先週、今週と5月のゲスト会としまして、フリーランスの Web エンジニア、そして、ポッドキャスト、 えー、テックフリーの MC の S さんに来ていただきました。S さん、ありがとうございました。あり,ありがとうございました。はい。ということで、えー、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます、えー。また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。